はい、皆さん、こんにちは。アイジアで生きてる、レッドです。今回もね、レッドのケイちゃんでお話ししていきます。今日も楽しい KK じゃないよ。という、KK ではありません。KK ではありませんが、あるお家のね、お家騒動も、もう本当ね、最近お家騒動ですね。それに関してお話しさせていただきます。でですね、まあ、サムネイルをもうご覧になっていただいてますので、私が何を話すか、もう大体まあ想像できてるんじゃないかなと思いますが、なおかつですね、まあ、M子氏と、ある方がですね、あるお家の次女の方が、こうやってね、ハグされてましたよね。あれが10月26日、結婚会見の日でした。あれもね、あのハグもね、いろんな意味でちょっとね、物議を醸し出しましたけども、あるお家の、次女の方に関する話です。皆さんすいませんね。あるお家だとかですね。なんかアルファベットつけたお名前とかって言ってますけども、もうね、ちょっと他のチャンネルの方もね、またいろいろ言われておりますけども、非常にですね、今現在、あるお家に関する言論統制とともに、あるお家のことに関して、この YouTube で話そうとするとですね、非常に、厳しい状況になっております。というようなことで、私もね、写真は今回はね、目隠しはしておりませんけども、お名前をお呼びすることに関しては、アルファベットを入れたりとかですね、あるお家という形で言わさせていただきます。で、あるお家の、次女の方、アルファベットの K ですね、ABC のアルファベットの K、次女の、恵子様、秘伝家じゃなくてですね、次女の恵子様に関してですね、の話題です。でね、これ昨日かな、昨日でしたね、まあ週刊誌。まあ週刊誌もですね、もう最近この報道規制が非常に強まっておりますので、なかなかね、記事を出せない。なおかつですね、ニューヨークの KKF さんに関しては、記事が枯渇してるというか、記事がなくなってきてるという段階で、状況ですのでね、まあこういうような記事が、出すのも仕方ないかなというような感じだったんですけど、非常にですね、もうこの記事の内容をね、取り上げるかどうかっていうこともね、私実は昨日一日ぐらいちょっと考えておりました。っていうのをね、なんか話をするだけでちょっとね、イライラしてくるんで、自分の健康、衛生健康上ですね、良くないかなと思ってですね、話をするかどうかっていうこと自体も考えてたんですけど、まあね、ちょっと、まあ、今回週刊女性なんですね。週刊女性結構出してきた。まあ頑張って出してきたから話をしようかなと思います。ちょっとすいません。ごめんなさいね。はい。でですね。相変わらずね、まあちょっとね、喉調子良くないんで、申し訳ありません。でですね。まあそのあるお家の、次女の、恵子様に関してなんですけども、例のですね、お歌の話ですね。もうね、お歌自体を読む気にもなりませんので、イライラしてくるのでね、例のあの、金木犀の話を含んだですね、そのお歌に関してです。で、これに関してね、女性議自身の記事の中で、まあ、刑務所の関係者がこういうようなね、このお歌に関して、解説をしているというような内容なんですけど、まあ、皆さんもうね、かなりの方お分かりだと思うんですけども、要は、次女の恵子様がお話をこのお歌をお読みになったことについてですね、要はですね、どんな形で言ったかな、ちょっとすいませんね、要はそのお歌の、意味をその刑務所の関係者がですね、実際に解説している内容、なおかつこの記事に書いてある内容としては、要はですね、ご家族の反対や国民の批判に負けることなく、これは例のお姉様の M 子さんのね、ご結婚に関してですけどね、そういったような批判に負けることなく、KK 息子との初恋、もしくは真実の愛を成就させた M 子さんを賛美する歌なのだと言われています。というですね、そういうようなことを、まあ内容でね、解説したのがこの KN 庁の関係者。というようなことで、じゃあ、この歌に関してですね、どういうようなことが懸念されるかということですね。で、もともと、この、次女の恵子様に関しては、この、M 子氏とですね、M 子さんと、KK 息子とのこの結婚に関して、まあ、どちらかというと、唯一の賛成者じゃありませんけども、そういうようなことは、ずっとこの数年間言われておりましたよね。
で、そういったような中で、特にその、次女の恵子さんの、注目すべき発言が過去にね、2回ぐらいあったという話でね。で、それもちょっとね、紹介させて、まあ皆さんもうね、かなりご存知だと思いますけども、ちょっと紹介させていただきますと、要はですね、ですね、まず最初の、注意すべき発言があったのが、2019年にこの次女の恵子様が ICU ですね、国際キリスト教大学を卒業された時の文書を発表されておりました。で、それに関してですね、言われている言葉としては、姉が結婚、姉というのは、M子さんですね。M子さんが結婚に関する儀式を延期していることについてですが、私は結婚においては当人の気持ちが重要であると考えておりますと。ですので、姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいと思っていますということで、まあ、この時点もそうだったですけども、どちらかというと、唯一、この KK 問題の結婚に関して、結婚に関してですね、支えていたというかですね、賛同者の一人だったわけですよね。あともう一つ、まあ、そういったようなね、発言に関して、もう、その内親王というですね、全くの公のお立場じゃなくて、あくまでもね、一個人、一妹として、一個人としての、まあ、お姉さんですね、の個人としての希望が優先されるべきということを、きっぱりね、そういったことで、この ICU を卒業されるときに主張されたと。で、これに関して国民は非常に驚きを隠せなかったというようなことありましたね。もうこの時点でこの、次女の恵子様のお気持ちがはっきりしたわけですよね。この KK 問題の結婚に関して。あ、この人もかみたいなね、感じで。なおかつ、もう一つね、やっぱり大きな発言としては、昨年の10月26日、これもちょっと読んでいきますが、結婚に関して誤った情報が事実であるかのように取り上げられたこと、多くの誹謗中傷があったことを私もとても悲しく感じていましたと。そのような中でも姉と、KK 息子がお互いに支え合う姿を近くで見てまいりました。本日2人が結婚できたことを嬉しく思っておりますと、要はですね、その次女の恵子様が、お姉さんである M 子さんに対して自分の意思を貫き通した、愛を貫き通したということに対する賛美を、まあ、表現したというような、そういったようなコメントでしたよね。これに関しても、まあ、国民の全体的な感想としては、あ、またかよと、やっぱりかみたいなね、そういったようなね、感じであったですよね。で、ちょっとサムネイルに写真貼っときましたけども、あの10月26日のですね、朝、恵子氏が出かけるときに対する、最後のご挨拶じゃありませんけども、あのハグですね、ハグの場面がありましたよね。ところが、これも後からね、いろいろ言われましたけども、あの10月26日の朝、ハグしたかなと思ったら、後からのその、結婚の会見場でまた会ってるんですよね。要はあのハグに関しても、その、次女の恵子様の実際の思いというのをね、なんか直接その国民にぶつけたんじゃないかみたいなね、そういったようなことも言われましたですよね。で、まあそういうような今回のですね、その金木犀の歌会始めによる歌の内容だとか、今ちょっとね、お伝えさせていただきました。次女の恵子様のですね、2回にわたる、まあ、あえて私言っちゃいますけどね、2回にわたる暴言というかですね、国民を、もう、なんていうのかな、国民とかメディアをですね、敵にしたような、あの2回の、驚くべき発言、ご発言に関して、要は、このね、女性自身の記事の中で、まあ、それに対して天皇皇后両陛下、もしくはですね、あるお家、の方がですね、まあ、ご当主、もしくは妃殿下の方が、今後の、恵子様のですね、ご結婚に関して心配をされている。そりゃ心配はしますよね。特に天皇皇后両陛下に関しては、あれだけの形でですね、国民の反対を押し切って、なおかつですね、もうそれこそですね、なんていうの、もう誹謗中傷だ、なんだ、かんだと言ってですね、もう言い放って出ていっちゃった恵子氏のことがありますから、そりゃ天皇皇后両陛下としては、自分の娘ではないにしても、それは心配しますよね。当然それは皇族のトップのお方ですから、そういうようなことで、なおかつ国民の象徴としての天皇陛下ですから、それはご心配されるのは当然のことですよね。じゃあそれに関して、
この記事の中ではですね、まあ、あくまでもこれはね、記事が書いてある内容ですけども、あるお家のご夫妻も心配されている。心配されるぐらいだったら、ちゃんと今からね、ちゃんとくさびをかけといてくださいよっていう話ですよね。天皇皇后両陛下が心配されるのは当たり前でね、当然、あ、これは国民のね、また国民がね、そういったようなことで嫌な思いをするんじゃないかなと思ってご心配されてる。それは当たり前だし、ありがたいことなんですけども、それとなんか、同じような目線でですね、心配されてる、違うでしょうって。心配するんじゃなくて、逆にそういったようなことが起こって、またね、批判が、国民の批判が集まるのはどこなんですか、このうち何をやってるんですかということを避けるためにも、皇族のお方として避けるためにも、やらなきゃいけないことがいっぱいあるんじゃないですか。心配するより、まずやってくださいって話ですよね。対応策を。ということだと思いますけども、まあ、これはね、あくまでこの女性自身がそういうふうに、天皇ご一家、もしくはですね、あるお家のご当主ご夫妻がこういうふうに心配されてるっていうに書いてるだけなんですよね。で、なおかつ、まあこれもね、結構有名なところですけども、その次女の恵子様に関しては、もうとにかくなんとかね、まあお姉さんの恵子さんじゃありませんけども、なんとか皇室を出たいと、出るには結婚しかないと、要はその恵子さんの後を追いたいということを、そういったようなお気持ち自体をですね、親しい人の方にですね、実際に話をしてた。というようなことをね、吐露されてたということは、これ結構有名ですよね。だから逆に言うと、M 子さん以上に皇室を出たいという気持ちは、この次女の恵子様に関してはより強いんじゃないかということは、今までのね、ご発言なんかを通じても分かってると。だから、あるお家のね、ご夫妻に関しては心配したりしてもダメなんだよ。心配するんじゃなくて、とにかくね、何らかの対策を取ってもらわなきゃ困る。もしそういうような対策が来れないで、また心配してるなんてことになって、今回の経験、まあ経験よりひどいの連れてくるとは思いませんけどね、普通に考えればね、あれよりひどいの連れてきたら、それこそね、国民狂っちゃいますよって感じですけども、まあそう、まあちゃんとした方をですね、連れてきてくれればいいんですけども、ただそういうようなことをちゃんと見極めなきゃいけないし、もしそういうことができないのであれば、はい、わかりました。はい、恵子様、もうね、皇籍離脱してください。という話になっちゃいますよね。別に結婚を待つよしない。こんなこと私も言いたくないです。全然言いたくありませんけども、あれだけですね、国民の傷、心のね、よりどころというか、そういったような気持ちが傷つけられたような経験問題、ああいったようなね、ことが再度起きてはならないし、起きたらそれこそね、国民狂っちゃいますよ。私も狂っちゃいます、本当に。今まで敬愛してきた皇族の方が何これまたやらかすのみたいな形になっちゃいますから、そういったようなことを考えるんだったらね、本当にね、変な人をまた連れてくるようなことがあるのであればね、もう先にね、離脱してほしいなって気がしますよね。それで、あとはご自由に。まあ、ここまで、ちょっと言いたくないです。言いたくないけどね。そうでなければ、まあ、そうであればね、まだ国民がその、受けるショックというのがね、和らげることができるみたいなね。そういう感じですよね。まあ、ちょっとね、本当ね、今日はね、ここまで言うつもりじゃなかったんだけど、思わず言っちゃいましたけどね。ちょっとまた配信、このまま無事に配信できるかどうかちょっと心配ですけど、まあいいや。そんなことよりね、言いたいことやっぱり言いたいですしね。だからこそ YouTube だと思ってますし。で、まあそういうようなことで、なんか女性自身ね、変なこと書いてあったな。最後にですね、愛に生きることを強く望まれている、次女の恵子様に、心が弾むような現実が訪れる日は遠くないのかもしれないって何言ってんだって感じですけどね。こうやって心が弾むような現実がもし訪れるとしたら本人だけですよね。あと1億2000万人。もしくはですね、天皇陛下、まあ、近所陛下ご一家もそうですけども、どういうふうに思いますかって。みんな傷つけられるわけですよ。その国民の気持ちを傷つけるような皇族の方が同じことは絶対もう、経験問題と同じようなことがあってはならないわけですよね。そのあってはならないことを実際に抑止するというか、抑止策を出せるのは誰ですか？それはあるお家だけのご夫婦しかないわけですよね。だから、もうそういうようなことを今からって、もう遅いかもしれないけどね、実際になんかあるね、なんだ、ベンチャー企業のね、なんか20代か30代だか忘れましたけど、あるベンチャー企業の人とかって、つい先日もなんか、すっぱ抜かれておりましたよね。週刊誌にね。そういったようなことで、もう噂が出てるんですよね。
M 子さん以上に過去からもうすでに3人4人ぐらい噂が出とるんですよね。だから本当にある意味そういう点で言うとね、いつそういう人をね連れてきてもおかしくないという状況だから、今からとにかくね、絶対に変なの連れてきた場合の対処策というかね、そういったもの心配してるじゃなくて対処策考えといてください。そうじゃなきゃまた同じことが起きますよ。なおかつ今日もちょっとご紹介させてもらいましたけども、まあこれは皆さんもねお気づきだと思いますが、 M 子さん、お姉さんの M 子さん以上にこの次女の恵子さんに関しては、皇室を出たい、自由が欲しいというのはね、もう今までのね、言動だとか、もしくはですねお振る舞いなんかを見てもですね、よくわかりますよね。そういったような状況だと思います。ぜひ何とかしてください。国民をこれ以上悲しませないでください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。